こんなの作れたんだ。知らんかった。2年も前に実装された要素なんですが。我ながら相変わらずの情弱っぷり。改めてこんにちは、ミムスです。アルトラスです。アルメタです。いやーガチで知らんかったよ、ごつめ。こんな便利なものが実装されてたとは。あ、一応解説しとくと、ごく爪を調合することで、力と守りそれぞれのご爪を作ることができ、さらに二つのご爪を調合することで、下流度のご爪というものを作ることができます。これによりご爪四つの効果がすべて一つに、要するに防地の圧迫が軽減されます。力のごくプラス力の爪で1枠、守りのごくプラス守りの爪でさらに1枠。そして力のご爪に守りのご爪を加えれば、グラビモス、お前のハゲ取りにも困らない3枠空きだー。こいつってハゲ4回じゃなかったですっけ？大抵3枠以内に収まるからいいの。とにかく、防地圧迫に困ることはかなり減るでしょう。いやー快適。ぜひワールドにも実装してほしい。バフの代償として防地圧迫、という思惑もありそうだし、本家には来なさそう。今のフロンティアでは恩恵がしょぼすぎて、その代償と釣り合ってないからこそ実装されたんだろうし。でもさ、調合書はなくしたんだしさ、もうそこら辺は快適一直線でいいと思うんすよ神様。まあその調合書廃止のおかげで、すでに十分快適ではあるんだけど。さて初っ端からほったらかしてしまいましたが、今回は天使グラビモスです。胸と背中に巨大な噴出口ができており、そこから豪快に炎をぶっ放してきます。一緒に内臓ぶっ放したりはしないのでご安心を。そんな心配する奴はいないから安心しろ。まさに動く火山。見かけ通り攻撃力はクッソ高いです。倍率は天使ナンバーワン。猫は早くも消死してるな。発覚から1分弱。まあまあってとこでしたね。ほんとここに関しては逆に本家を見習ってほしい。ちょうど動かれてしまったがなんとか翼に当たったか。排熱放熱はやはり、発射中に一切の身動きも照準移動もできないのが難点。これってグラビームの原理を利用してるんだよね確か。せやな。ガンスの遊撃砲が、リオストーの炎ブレスの原理を利用してるらしいので、その発展版と言える。グラビ自身は投げ払いとかしてくるけどハンターには無理らしい。さすがに超人といえどモンスターとは差があるということか。遅れましたが、今回のレッサーは狩猟部エッカイのチルカさんです。元は受付嬢だったが容量悪すぎてクビになり、その後狩猟部への際を見出されレッサーになったそうな。今回この人を連れてきた理由が、体制の戦慄を吹いてくれるからです。この天にグラビ、当然ながら非属性やられ特大を持っています。天にミドガロンの時に触れましたが、非やられ特大は NPC にとっても致命的です。全然ボットになるは即離脱するわと、ほぼ機能停止します。やけどを負った物理アタッカーより悲惨です。で、ラスタは一応対策可能なんですが、よりによって NPC 最強のパートナーは自力で無効化できません。耐性スキルをフルにつけても55にわずかに届かない。もどかしい。その微妙に足りない耐性を、チルカさんの戦術が補ってくれます。結構しっかりと維持してくれるので、パートナーの非やられ特大は目に見えて減ります。ちなみに猫は素で属性やられ無効らしい。即死は抱きかないし属性やられも食らわない。うわ、私、優秀すぎ。耐久低すぎて関係ない定期。あ、もちろん攻撃力アップも増えてくれるので、火力貢献も申し分ないです。幽体性とか、意味ないやつも吹きますが。吹ける戦術を片っ端から吹く模様。これは吹かないようにする、という細かい取捨選択はできない。欠点といえばその点と、あと SE がうるさいってことくらいなので多めに見ましょう。演奏が多いってのは、V 破壊においてはメリットだしね。NPC の火力が強すぎると破壊前に討伐しちゃうので、撃っても重ねが決して素早く演奏を終わらせるので、攻撃の手数も意外と多いんですが、単純な攻撃性能においても、ガンナー陣よりは確実に上だろうな。ガンナー陣が残念すぎるというのもあるが、後激励を備えてくれているので、俺の方は激励を外して他のスキルに回せている。とまあ非常に優秀です。大天一種で連れていくのは大体この人ですね私の場合。なんだよ二人してベタ褒めしちゃって。私だって仕事は果たしてるんですからね。はいはい君にも助かってるよ。特に V 破壊素材持ち帰りには。超越ヒーギの前に調合しとくべきだったか。でかいやつにはやはりレベル3貫通。
レベル2自体も試してみましたが、レベル3の方が早かったです。確か、後打ち心地的にも3の方が好き。ヒット数が多いというのはいいものだ。どのゲームでも、手数の多い武器やキャラをよく使う傾向にあります。とはいえ一撃が重いタイプも普通に好きだし、そっちの方が使いたい気分になることも多いんですが、要するに、一撃が重くて手数も多いのが好きってことです。はい。ただの性能中限。エサクタ。ゴロンゴロン。これで発達部位の胴体、破壊完遂です。今更ですが、こいつの部位破壊は胴体、尻尾、頭です。胴体破壊は2段階になっており、2段階まで破壊しないと報酬はもらえません。ただそれ前提の耐久になっており、的も大きいので破壊は簡単な部類。しかも破壊するごとに、グラビさんは哀れなほどクソ雑魚なめくじ化していきます。1段階目で胸部が破損し、ここからの熱放出の大半が封印される。ただでさえこの時点で格段に楽になるのですが、2段階目で背中が大破し、ここからの熱放出も強弱体化。同時に胸部が完全に破壊され、熱放出の封印が一層強まる上に肉質も大幅軟化。しかも怒り状態まで封印され、ステータス的にもかなり弱くなる。こうなるとあとはもう消化試合です。ガノヤルこの弱体化っぷりもひどいけど、こいつは2段階刻む分より一層悲惨に感じる。見た目も普通のグラビとあんま変わんなくなっちゃいましたね。無念の攻撃だけで背中も壊れるので、剣士だけでも問題ない。おなじみ広角剣理論っすな。こいつの場合、胸から放出できない分を無理やり背中で補おうとし、その負担に耐えきれず破損、という感じなのかもしれんが。しかしあれだね。技とか攻略とかについて、まともに話してないうちに消化試合入っちゃったね。まあたまにはそこら辺サボってもいいよね。特筆するほどの技ってのもあんまないし、そこら辺気になる方は、モンハン大辞典かウィキでもどうぞ。というのはさすがにあれなので、せめていくつか要点だけでも。まず、期待性55以上は必須。言うまでもないですかね。非属性やられ特大はあまりにも凶悪。絶対に防ぎましょう。非属性攻撃ばかりなのでダメージ軽減の意味でも重要。あとは耐震ですね。尻尾による振動は切断でなくなるけど、足踏みによる振動の封印は不可です。振動で動けないところにスリップ炎で即死とかあるんで、安定を求めるなら推奨。両方向は頭破壊でなくなるし、頭の耐久も高くないので、耳栓強化はなくてもなんとかなるはず。貫通弾の距離ならそもそも届かないです。まあそれ知らず序盤は無駄に回避してたけど。特筆すべき攻撃といえば、やはりこの打ち上げコンボ。シンプルな根性貫通ものですが、最初のジャンププレスはガード不可です。反射ランスでもこれだけは回避を要求されます。脳死を阻止する滞在技です。源なしで食らえばさすがに耐えられないので、純粋に一番の脅威でもあります。まあ貫通弾の距離なら全く当たらないので、今回は脅威ゼロでしたが。ちなみに2段階破壊後は後半の熱放出がなくなり、ただのジャンププレスとかして素で脅威がなくなる。数少ない即死技すら奪われるというね。即死技祭りな上に、部位破壊しても一切弱体化しないガスラとの差よ。というわけで被弾ゼロでした。食らったのはスリップのみ。ぶっちゃけガンナーだとぬるゲーですな。楽なのは把握してたけど、ここまでだったっけとちょい驚き。ご主人が常日頃からおっしゃるエンターテインメント的にはどうなんすかねこれ。ビーム対決っぽかったからいいじゃない。それにどうせ剣士でも大した相手ではないし。二段階破壊後の消化試合っぷりはガンナー並みだしな。もしかして天一種最弱？まあかなり御しやすい方だとは思う。攻撃倍率ナンバーワンだしやられ特大持ちだから、入門用とは言えないと思うけど。ちなみに玉肉質は全体的に非常に硬く、胴体破壊後もあまりなんかしない。なので戦いやすいとはいえ、スキルが整ってないとぐだると思われ。尻尾も切れないしね。敵を撃つければいけるだろうけど、世界マサラだけど、敵を撃つければよかったか。肉質と尻尾切断、どちらの面でもすごい有効だった気がする。めんどいからやり直しなんてせんけど。というわけで2戦目、G 級得意個体のゲヨスです。いきなりですが音色疲労のため、少し黙ります。
一通り披露し終えたのでそろそろ喋りますね。手抜きと思われても嫌だし、もう思われてるんじゃないですかね。ベネポールデラックスという狩猟笛です。形も音も思いっきりエレキギターですが、そこら辺のツッコミは今更でしょう。ゲネポス武器なわりに優秀で、難しい素材も要求されないため、かなりの人気武器だったと思います。で、今回のレスターは創建機械のフラウさん。僕っ子で天然ドジっ子で片付け苦手でその他もろもろと、いろいろ詰め込んだお方です。ただしキャラ作り&都市間疑惑あり。その圧倒的火力ゆえに、最強レスターとの呼び声が高いです。昔の話ですがね。数多くの調整を経た現在では、弱くはないが強くもないという感じです。AI もかなり微妙なので、今では性能目当てで雇用されることはまずないだろう。私も雇用したのはすんごい久しぶりです。レスタで一番好きって言ってませんでしたっけ？各言う私も性能中でね。さてゲヨスですが、こいつの得意個体はなかなかいい感じです。火力、毒攻撃ともに理不尽なくて応えが増しています。また死んだ振りだけでなく、寝た振りとまひった振りまでやってくるようになり、狡猾さユニークさにも磨きがかかりました。ただこの G 級個体の場合、G 級進行動爆化するので、振り系はあまりやってくれませんが、先行モーションと同時に毒をまとうやつが G 級行動です。セカ G と違い、トサカ壊さずともやってきます。剣士だと毒無効がないと毒こぼっか火。毒無効つけてても防げない削りダメージまであります。まあ、はっきり言ってただの嫌がらせですね。好きくないです。G 級初期モンスの進行動はこんな風に、ただエフェクトやオプションをつけただけってのが多いです。手抜きだし、突き潰しや遅延っぽいのもあるし、それでいて無駄に頻度高いしで、評価はかんばしくないです。G 級初期の国防理由の一つだからな。刻みの潜り頻度をさらに増加させたのは許さないよ。ただその後 G 級全体が改善されていき、こういった手抜き強化も見られなくなりました。この反省っぷりは評価したいところです。ところでアルトラスト以前の武器、初期の骨のやつに見えるんですが。よくわかったね。ボーンシックルだよ。あと火力スキルも一切なしだよ。ちなみにフラウさんにも、選べる中で最弱脳活が捨ててます。昼見まくり転びまくりで動画的にお話にならなかったので、ここまで手加減してもらいました。まあそれでもすでに瀕死なんだけどね。私頭破壊くらいしかしてないのに。ほんと NPC にあるマジック火力ですね。ハンターたちのプレイヤースキル壊れちゃう。私を見習って、どうぞ。激運装備でレスタに帰省し会場位を通過した我らがご主人にとっては今更な話だがな。さて、マジで先行ばっかでお見せしたい行動全然やってくれなかったので、編集の方に来ました。やっぱ G 級行動は害悪だって、はっきりわかんだね。毒の雨です。ゲロから見てちょうど上下左右に降ります。多分。そしてこれが麻痺った振り。麻痺武器がいるとマジで騙されるので注意。せっかくゲネポールなのに、さっきやってくれなかったのが本当に残念。とまあこんなところですね。今回はここまでとさせていただきます。それではご視聴、ありがとうございました。